次に、20番松田俊介議員、はい、松田俊介議員。久々 の一般質問でございまして、浸水対策ということで総括でお願いをいたします。これ、一つだけでございますので十分議論は1時間の中でさせていただきたいと思います。台風16号の影響を受けてですね、9月20日午前から午後にかけて風が強まってきました。特に2時ごろは集中豪雨並みの雨が降ってですね、私の住んどる前の志村病院の前の道路が膝まで溢れてきました。近所の人から膝まで来とるよともということで外を見たら自分のところに家の前ももう浸水状態でございました。そこからやらなかんことはまず通行止めをしなきゃならん。いつも自分ら通行止めをさせてもらってるんですけども、集中豪雨の時に一回、車がおばあさんの人が車で入ってきて動けん状態で、ドアのところまで水が来て出られないそんな状況もあったんで、それ以降ずっと志村病院の前は、水がついてくると通行止めをさせていただきます。それを孫を起こしてですね、孫に、こんな通行止めの看板を持たせて2箇所、根室医者の方と山岳公園から来たところに2箇所にこう設置をする、そんな仕事まで私の方でしているわけですけども、現状皆さんその志村病院の前どんなんかというのは総合カメラで見てください。お願いします。これが当時の写真、あ、ごめんなさい、当時のこれが写真なんです。でここが志村病院なんです。でこの横に貝花薬局があって、これが三宮道路、旧の三宮道路です。でこっち行くと根室医者の方へ行って、こっちは三角公園に来る。この水、この水こういう状態なんですね。この志村病院の前が、この台風、この前の台風18日の台風なんですけども、ここで一番深いところで膝まで来ている状況でございました。でこれから次に、これがこの志村病院側から駐車場から見た奥にポンプがあるんですけども、これがポンプの前が私の家なんですけども、これ入ってく道なんです。で一番ポンプのあるところが一番低い土地なんです。で、この志村病院のこの通りから、こっち側に春日川が流れてます。春日川、これは桜病院競輪場、桜病院から来る水路なんですけども、それが来てここでぶち当たってポンプも何にもないんで、ここから川から橋のとこから溢れてこっち全部流れてくる、まあ、こういう状態なんですね。さらにこれは、私の前のポンプ場なんですけども、これがポンプなんです。でここに鶴見製作所というのがはっきり載ってるんですけども、このポンプができて31年なんで、去年、大変なことで、床上浸水、私どもの周辺自治会9件が床上でございました。床下は、数えきれないぐらい周辺ではあったわけですね。去年なんでこういう状態になったのかというと、去年はこのポンプが動かなかった。なおかつ今年のこの20日の水害もこのポンプが動かない、こんな状態が2年続いたわけです。これは、前回の床上浸水、私どこで30センチの床上だったんですけども、畳も全部濡らせました。出す暇がなかった、上げる暇もないぐらい、去年の8月25日の台風の時に来たわけですけども、この時はもう大変、松坂中で私とこの周辺だけポンプが動かないかった関係で、私との周辺だけが水害に遭う、
松阪市の中でも13件水害にあった、床上浸水になったっていうのが去年の経過です。こういう経過をたどってですね、今年もわあもうポンプは動くやろ思っとったら案の定ポンプが動かない。ですぐに水がついてきたんで建設部、都市整備部の方へ電話をしてですね、もう床下張ってきとるよって言って職員に来てもらってポンプを見てもらったけども、結局はそれすらも治らない。業者呼んだ、その後業者呼んだけど業者もよう直さん、もう自然排水するまで待っとらな仕方ない。こんな状況が今年の状況、これ2年続けてなんです。でその前に私どもは台風が来るんで18日の日曜日に自治会で土部掃除、このポンプ場の土部を除去を、ゴミの除去も含めてですねしたわけです。きれいにしといて台風が来たという状況の中でポンプが動かない、これは果たして自然災害であるんか、また、自然災害ではないというふうに思いますね。人災なんです。人がやって、あるいは、端的には去年の集中豪雨 の台風の時もそうだったんです。8月25日の5月頃に業者が点検していくわけですね。で私ども30年間このポンプ30年できて30年なんです。私の前についておるポンプ、このポンプ場がその30年の中でいつも自動設定してあるわけです。で去年も自動設定してあったはずなんです。それが自動設定か動かない、誰がこの自動設定が動かないようにしてたんや、点検してて結局は動かさんように動かないようになっていったというのを僕はそうやって思ってるわけです。去年段階でそういう状況があって、今私ども自治会ではこのポンプが、作動せんと多くの地域住民の皆さんが浸水の被害に遭う、根室の石屋のところまでも被害に遭っていくわけです。私の自治会の大方がそういう状況です。隣のマンション建ってます、マンション入りません、しかし外へ出ることもできないマンションの人たちはいう状況なんですね。ですからマンションに車止めてあの全部志村病院の大きな駐車場へ上げてその対策を取るというような状況が今回の状況の中でも現れました。なおかつ志村病院の横に貝真薬局ができました。これ4年経つんです。4年の間に床下浸水3回なんです。貝真薬局はあそこの社長さんめちゃめちゃ怒ってますよ。なんこんなとこ偉いとこ来たわっていうのが社長の言い分で、建設都市整備部の方へもなんか文句を言いに行ったとは言ってますけども、この9月20日の時も社長わざわざ僕とこの来て、状況を見ていきました。でこの貝花薬局いつも大雨予報が入ると帰る時に土のを積んでいくんです。入り口へ水入らないように、ほいで職員が帰っていく、ほいで朝出てきた時に納得もなかったらこう土のをのけて、対応しているっていうのが貝花薬局の対応です。その前に中メディカル中会社がございます。これは2階が1階が駐車場で倉庫が1階にあるんです。この倉庫去年はかなり水で、侵されまして、かなりの被害を被りました。こういうのを賠償責任何にも死にしてないんですよね。前回はたまたまポンプが作動がしなかったということで僕も諦めました。これは仕方ない。去年はしかしね、今年は2回目なんですよ。これポンプが動かないのか、これ絶対許せませんよ。やっぱり2回目も2回も起こるということが、このポンプは何なんや。30年、この方去年今年とそれまでなってもなかったポンプがですよ、こういう状態になる。本当にこの今写真見てもらいましたけども、
こういう状況の中で私ども自治会も多くの人が、まあ、地域住民の皆さん住んでるわけです。雨降るごとにまだ水つかへんかなという心配をいつも持ってます。すぐに、まあ、それぞれの住民の皆さんからこんな状況やったというのは私の方へ報告入るわけですけども、もうポンプに対する信頼度というのはゼロです。今地域の皆さんは本当に大変な状況でございます。今回去年の経験を生かしてポンプが作動しなかった経験を生かして、その後の台風の時は職員が一晩中車の中で待機をしてもらってました。そういう、まあ、教訓を生かして去年の教訓を生かして職員都市整備部の職員が待機をしていた。しかし今回の台風で誰も待機をしない。午前中に職員が来ました、見に来ました、すぐ帰りました。その後誰も出てこない。で僕が電話して初めて職員が来たという状況ですね。これが現実なんです。去年の教訓は何にも生かされてない、今回の台風でというふうに私は思ってます。で二度もこのポンプが故障したというのはどこに責任があるんかな。私は市に責任あるとは思ってませんよ、全然。市にそれは設置制ですから市には一定の責任はあるとは思います。しかしながらこのポンプの本元は鶴見製作所ですね。作っとるのは設置をしてたのも、しかしながら保守管理は どうか知りませんけども、保守管理を委託している業者が点検時に何をいたずらしていったんかというふうに私は思っています。それしか方法ない、ポンプが動かん、作動しなかったという実態はという経過なんです。ずっとあの経過を申し上げました。今から何項目か質問させてもらいます、答えてください。質問の一つ目は今後の対策をどう考えているのかということです。二つ目には業者に損害賠償を求める気はあるのかないのか。三つ目に業者に保守点検を委託していると思いますが、業者名は年間の保守点検料はいくらか、今後も現在の業者と契約を結んでいくのかどうなのか。さらに四つ目には県に対して今後も春日川にポンプの設置を希望していくの、去年の段階で春日川にポンプを設置してほしいというのを部長に申し上げました。なんとしても春日川のが溢れるというのが原因、大きな原因ですから、ここの部分について、もう一つ 下にはコア棒との境のところにはもう一つポンプがあります。これも作動してます。それで僕のところでその間にある春日川がポンプが設置されてない、このポンプ設置をしてほしいという要望をずっとしてきましたけども、県は一切その要望を聞いてくれません。これ以上名越川に水を流してもらいたくないというのが県のなんか話だそうですけども、そんなことを僕たちは言っておりません。春日川をなんとか回収してポンプを設置をして名越川へ排水してもらわないと、いつまでたっても私とこは水つき場になっちゃうというふうに思ってます。ですから春日川にポンプの設置を今後も要望していく、県に要望していく気はあるのかないのか。5つ目には昨年の経過からすると本来職員を待機するとか業者を待機させるとか対策はなぜ今回は打たなかったのか。6つ目には台風16号の新聞報道で松阪市は得した一件と翌日の新聞です。21日の朝の新聞の朝刊中に新聞の朝刊に、松阪市、浸水一件、得した浸水一件って出てました。こういう報道、この種の報道というのは対策本部、松阪市の対策本部からどう
上げてるのか、権威言っとんのか、新聞報道へはどうしとんのかというのをお聞かせください。あの新聞見て腹が立ちました。一件とは何ぞやと。うちとこだけでも床下が、4、5件あるわけですから、ね、一件とは何ぞやということでございます。以上、たくさんの質問しましたけども、答えていただいた後また答弁を聞いて再質問させていただきます。よろしくお願いします。はい、長崎都市整備部長。それでは松田議員のご質問の方、順番に答えさせていただきます。まず今後の対策をどう考えているのかという、ご質問でございますけれども、今議員の方も9月20日の時の状況をお話しいただいたんですけれども、この台風16号なんですが、午前に、大雨警報が発令されまして、午後市内で大雨がございました。内水面の排水用のポンプであります溝端のポンプ場の排水の部分が排水路が上昇いたしまして、一旦ポンプは稼働いたしましたけれども、その後3台のうち1台は稼働しておりませんでした。2台のポンプに負荷が起こりまして停止をいたしました。その際に周辺が今写真を見せていただきましたけれども、ああいう状況で浸水をいたしました。ポンプの緊急停止の原因についてですけれども、当日、業者の方を呼びまして、受電電圧の確認とか、軽装板の異常、リレーの動作について確認を行いましたが、異常はございませんでした。過負荷となった原因ですけれども、ポンプの外側から吸い込み口、ポンプを確認したところ、上流からの異物が吸い込み口に入り込み、羽等に負荷がかかってポンプが停止したと考えられます。その時、業者の方もですね、現場へ赴いた時に過負荷の状態ではあったんですけども、なんとか断続的にでもこのポンプを運転をしておるということで、職員の方からも報告は聞いております。この辺のですね、過負荷の原因についてなんですけれども、天候を見て、実は今週、分解をして中身を点検をする予定でございましたけれども、ちょっと台風が近づいておりますので、この後天候を見て再度ポンプを引き上げまして、分解をいたしまして詳細な原因を調査していきたいというふうに考えております。ポンプの過負荷の停止に伴う今後の対策として、今言いましたように、分解、異物の除去、清掃を行って対応したいと思っております。またこのゴミの関係なんですけれども、ポンプへのゴミなどの異物の侵入を防ぐため、現在あるゴミを取り除くスクリーンの加工とか、ポンプの吸い込み口への専用のスクリーンを設置するというようなものを検討をいたしております。またこのポンプでございますけれども、1台目は議員も紹介いただきましたが、1台目は昭和60年に設置しております。2台目の方については平成8年に設置をしております。この2台なんですけれども、平成21年度に、このポンプ2基をオーバーホールして現在対応をしております。続きまして、業者に損害を求める気はあるのかというご質問でございますけれども、先ほども申しましたように、今回の故障について考えられる原因としまして、ポンプケーシング内部と羽車に、異物が絡み、回転力障害が起こったことで過負荷が発生して保護装置が作動したと考えられます。過負荷になった原因についてはですね、先ほども申しましたように、ポンプを分解をいたしまして、中の調査を行いまして、結果を踏まえまして対応を考えたいというふうに考えております。続きまして、
保守点検を委託している業者名は、年間の保守点検料はいくらか、今後も現在の業者と契約を続けていくのかというご質問でございますけれども、保守点検につきましては、昭和60年設置の1号ポンプ、平成8年の設置の2号ポンプの製作施工を請け負いされた鶴見製作所の系列会社の株式会社アックス三重に委託しております。今回溝端ポンプ場の保守点検料でございますけれども、平成28年度につきましては5万9300円で、5月の16日に雨季の前の点検を行っております。今後に関しましては、当ポンプの施設の性能を、把握しております、性能や構造を把握しております鶴見製作所の代理店であります株式会社アックス三重に保守点検を継続していきたいというふうには考えております。続きまして、県に対して今後も春日川のポンプの設置を要望していく気はあるのか、どうなのかというご質問でございますけど、昨年度のですね、台風の後なんですけども、春日川に強制排水、名古屋川に強制排水する、ポンプ施設を、春日川合流箇所付近に設けられないかという、浸水対策のについて浸水対策の方法について三重県と協議をいたしました。しかしながら春日川の水位を下げるためには相当大きなポンプが必要と思われるため、現状の未回収の区間へ、これは名古屋川でございますけれども、放流先河川である、名古屋川が持ちこたえることができないであろうということから、この現状の河川へのポンプの強制排水は、難しいという結果でございました。昨年12月、市長の方から知事への呼びかけによりまして、県と 市の河川と下水道の関係部局で構成する松阪地区浸水対策検討会を発足をいたしました。その中でまずは、この名古屋川流域の浸水の原因とメカニズムを明らかにするために本年度から浸水シミュレーションによる解析業務を解析をしたところでございます。どの程度の降雨によってどのエリアがどのような被害となるか、そのシミュレーションの結果により対策案を河川と下水道で連携して検討していきたいというふうに考えております。浸水被害の軽減の一案といたしましては、昨年度検討いたしました名古屋川の整備と合わせた春日川の放流ポンプの施設もポンプ施設を設置するということもないとは言えませんけれども、より効果的な効率的な手法を県と共同して検討してまいりたいというふうに考えております。続きまして、昨年の経過からすると本来職員を待機するとか業者を待機させるとかの 対策は打たなかったのかというご質問ですけれども、昨年の 8月の25日、台風15号の浸水状況によりまして、翌月の9月の8日の台風18号においては、職員を現地に待機をさせました。今回9月20日の台風16号におきましては、市職員が午前11時に異常がないか現場の方へ赴きまして確認をしております。その後他の箇所へのパトロールに行く必要があったため、現地ポンプ場への待機はさせておりませんでした。午後にかけて急激な降雨によりまして、市内で通行止め、冠水による土のうの要請など様々な連絡が入っており、他の職員も含めその対応を行っておりまして、現地へ赴くことができませんでした。なお業者につきましても緊急時には現地へ来て対応するよう事前には連絡をしておりましたが、当日事前に現地で待機させるという対応は取っておりませんでした。以上、答弁させていただきます。はい、鈴木危機管理室長。
それでは私の方から、6つ目の新聞報道の件につきまして、ご答弁させていただきます。まず台風や集中豪雨による大雨等の警報に伴いまして、松阪市が災害対策本部を設置した場合の被害情報等の取り扱いについて、ご説明申し上げます。市民からの通報や市の災害パトロール班の情報収集で、一夜被害状況が確認された情報を松阪市の被害状況として、三重県の防災システム、L アラートと呼んでおりますが、に、松阪市災害対策本部から入力をいたします。このシステムに入力された情報につきましては、三重県への被害速報とともに、報道機関への提供情報と しまして、各報道機関が当該システムから自由に取得できる、各市町の災害情報となります。報道各社がそれぞれで、取得するというふうなシステムになっておるものでございます。ご質問の翌日、台風翌日ですね、新聞に床下一件と記載された情報につきましても、報道機関が取得した時点は分かりませんが、松阪市から県に報告した情報でございます。またちなみに、この一件につきましては、他の地域での一件ということでございます。これにつきましては、これまでの台風等の被害情報も同様でございますが、同一地域周辺に複数の浸水家屋等があると思われる場合、確定していない場合は、台風翌日から行います浸水被害や公共施設災害などの調査などの情報を整理いたしまして、確定した段階で被害状況ということで、三重県に報告させていただいて公表となるものでございまして、直ちにすぐにというところで挙げていないというところでございます。ご理解いただきたいと思います。松田俊介議員。一点質問忘れてましたので、今からそちら危機管理室の方へ問わせていただきたいと思います。中洲川を監視するためにカメラがあるわけですね。淀川に一つとうちのこの今のポンプ場の上のところにカメラがついて、この2つ松坂でカメラついたのは2つです。中洲川をこう映しているわけですね。そうすると当日の話ですよ、約30センチぐらいでも堤防を越えようとしてる、あと30センチぐらいで堤防を越えたら大変なことなんですけども、なんとかギリギリ保っていたわけですね。それを見とる、その危機管理室で見とるわけですよ。職員、誰がどの職員が見とるのか知りませんよ。危機管理室の職員が見とると思うんです。都市整備部の職員は外へ出払っとる。大変今も土のを持ってこいとかいろんなことが要請されて飛び歩いとるという状況の中で、危機管理室がそれをカメラを見ている。そしたらあと30センチという現場の状況を見ればね、カメラで見ればおのずとその土手の下にある地域は土地あるいは水位っていうのがおのずと判断できると思う。そういう判断がなんでできないのか。カメラ見とればそういう判断すればすぐに都市整備部からこの派遣されてポンプ場へ来れるはずなんです。そういうのがなかなか連携が取れてないいうふうに私は思ってます。前もこのカメラの話ずいぶんさせていただきました。このカメラ本当に何のための骨やったらついとるんか、その意義っていうのが今の状態のその行政のやり方では対応の仕方では意義は何にも見出せない。ただ単なるつけてですね、ああ容器水が増えてきたなこうやって見とるだけ、そんな感じをします。そこの部分も一答弁今からお願いします。
鈴木危機管理室長。河川監視カメラにつきまして、ご答弁させていただきます。このカメラにつきましては、二級河川の中洲川、それと、どど川に監視カメラを設置しておるものでございます。カメラにつきましては平成13年度に、当時防災を担当しておりました安全防災課、危機管理室の前身といったところですが、設置したものでございます。目的といたしましては、市内河川でも、特に浸水に対して、注意が必要であると思われるその中洲川、どど川についてその状況を確認するために設置したものであると考えておるところでございますが、画像につきましては議員おっしゃいますように危機管理室のパソコンで確認できるものでございます。道路冠水や家屋浸水となるような内水氾濫、今回のような状況の場合はですね、災害対策本部の中でこのパソコンで見ることはできるんですけれども、このような状況の場合、集中豪雨によりまして短時間で周辺水路、それから河川が増水する場合がほとんどでございます。この間といいますのは市民からも多くの情報が寄せられて、災害対策本部も非常に混乱しておるところでございまして、この画像に注視しておる職員がなかなか取れないというのが現状でございます。議員おっしゃいますようにこのカメラの活用についてですね、今後活用できるその監視体制とかいろいろな面で研究をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。松田俊介議員。まずは今のカメラの話から言わせていただきますけれども、要は危機管理室に置いてあって意味なさんっていうことでよろしいやんな。ほんだったら都市整備部にそのカメラを、パソコンですよ、パソコン持ってったらいいだけの話ですやん。なんであんなとこ置かんの、用なさんところ置いといて何なん。現場対応ができる、即できるね、カメラ見て即できる、そういう場所へなんで置かんだん。今までそういうことも少しは考えて今後はこの変更してください。はい、これからいわゆる、報道の関係ですね、対策本部でいつの時点でその県への入力をされたんですか。いつの時点、時間は何時頃ですか。その一件っていうのいつの時点で一件なんですか。午前中、午後。鈴木危機管理室長。この一件につきましては、浸水しましたお昼過ぎに、その自治会から、ここの家屋ということで、情報が入ってまいりまして、夕方までには入力しておる状況でございます。ですから翌朝の新聞にはこの一件という形で出たと思われるところでございます。時間はですね、時間の入力につきました。すみません、今ちょっとわからない状況です。松田、いわゆる何か対策本部何しとんのやって言いたくなる。こんな状況で何しとんの、本当に対策本部眼首揃えて市長以下さ、部長ら全部座っとるわけやろ。あんたら何しとんねん、ほんねったら。時間的に言ってもですよ、うちは2時にはもう浸水しとんの、うちの周辺は全部。そういう状況なら入力、すぐ入力したらさ、県はほんな朝の新聞発表に間に合うでしょう。こんなもん中日の記者に聞きましたよ。でそんなやり方でね、新聞発表というのは重大な問題ですから、そういうのをやっぱりきちっと心がけてくださいよというのを申し上げておきます。それではポンプの関係に入ります。吸い込み口にの羽に負荷がかかっているかもわからないというので点検をするんやと、外してクレーン持ってきてっていうことなんですけども、今まで30年間そんな形跡一切なかった。水中ポンプっていうのは水の中にあってですよ、
吸い込んで、どんなゴミも排除しながらでも水だけあげるわけですよ。そんなんで負荷がかかってポンプが動かんような状態のポンプなら、初めからもうやめとけ、もうこんなポンプ、鶴見製作のポンプやめとけな、他のポンプに変えて、言いたくなるよ、こんなん。で、業者の責任何にもない。正直言って、業者来ましたよ、僕もおりました。業者にめちゃめちゃ怒鳴ったんですよ。謝りもせん、業者は。一切謝りません。許せやん、2年連続なんや、これは。な、その業者、株式会社アックス三重、何しとん、電気系統分からん、来たけども、電源上げていろいろ調べとったけども、結局は動かんだというのが、この日の現状、そういう状況で今回はあってですね、な電気系統見とっても、ね、どうなんかっていうのもさ、点検して、5月の段階で点検してるわけですよ。動くか動かんか分からず、で自動で入れていくわけですよ、いつも。で、30年間自動でずっと来とるんです。一回も故障なしに、このポンプが。で、なんで去年と今年は故障作動せんの？この原因さっぱり分からん。で、理事会としてゴミの清掃してですね、そういうところ入らんようにゴミも全部どきました。18日の日に。そんな作業も僕らはしとってですよ、なおかつポンプを大事にしながらやってるわけですよ。それが今回、その羽に負荷がかかっとるとか、わけのわからんことを言われるけども、本当に正直言って、もうポンプ変えてほしいというのが、今の希望です。5万9300円払うとる価値がない、業者に、このアックス三重に、ということを申し上げておく。ます。もう時間がありません。あと、腹渡り煮えくり返ったもんで、いらんこと余計言うけども、本当に、いわゆる一つは県に対して僕らものすごく不信感を持っとる、市長、聞いといて、春日川が今、ネックなんですよ、そこへポンプつけたら、排水してくれたら、周辺は全部助かるっていう。状況でポンプを設置して、そんなに許可を県に求めたけども、これ以上、名越へ流してもうたら困るという話で、市長はね、所信表明でさ、10年で浸水をゼロにする、こんな県の態度だよと、あの時も言いましたよ、大質問の時も、こんな県の態度で浸水ゼロなんてありえんですよ、10年経っても、20年経っても。そこをしっかり市長は考えてもらわないと困る。で、今、私はここへ住んで50年になります。その間、床上が3回、ポンプをつける前に1回、これは子供が小さい押し入れ上げた記憶があるんですけども、それ以降、ポンプが設置をされて、一番今までにない大集中豪雨の時に2回目の浸水、床上浸水で、去年のポンプが動かんで3回目の床上浸水、4位とは水位で30センチぐらいまで全部来ました、3回とも。そういう経過をたどってるわけですね。で、僕とこだけじゃないんですよ、前のうちもそうやし、もうちょっと外れた志村病院側の家も、もう市長もこの前しっかり謝りって怒られたと思うんですけども、あっこら辺のうちも全部つくわけですよ、僕ども自治会周辺が。そう、床下浸水は十数回入ってます。その都度親戚のポンプを借りてきてですね、いつも水はけするんですけども、あの小さな水中ポンプですらきちっとどれも吸い込んで動くわけです。で、大きなあのポンプがですよ、ゴミ少々詰まっても水中ポンプで詰まんの分かっとって吸い上げるわけですよ。そういうポンプの性格からしてね、
羽が詰まったとかゴミが詰まったとか理由は理由にならんって私は思ってます。そこで市長、こういった私どものこの志村病院周辺の自治会の住民の皆さん怒り狂ってるわけですけど、今も固くならこの県の態度と、それから今後この状況についてね、市長はどう考えてるのかね、最後に答弁を求めたいと思います。竹上市長。以上。はい、ご答弁をさせていただきます。まずですね、まず少し当日の状況について、申し上げたいと思います。先ほど、議員からもご指摘いただきました。そしてまた、部長からも答弁をさせていただいておりますけれども、当日、我が市の職員が行って手動での切り替えをしても、ポンプは作動しなかった。そしていわゆる、管理会社の職員が来て、でその中で過負荷の状態で止まっているものを、線をつなぎ直すような作業をして、なんとかですね、ポンプを動かしました。過負荷の状態でですね、ポンプを回しました。それでなんとか排水ができたというふうなことがですね、当日の状況でございます。自然排水というふうなやっぱりわけではなくて、過負荷の状況で、それで動か、なんとか動かしたと。ですので、次の、非常に心配をしております大型台風が、台風18号が控えております。これにつきましてはですね、職員並びにですね、このすでまだ、いわゆるそのポンプが過負荷の状態のままですね、現地に座っておりますので、いわゆる管理会社の職員についても、待機をして、万全を期していきたいというふうに考えております。そういうことで、ご理解いただきたいと思います。で、先ほど議員からもご指摘ございました、昭和57年、それから平成16年、そして平成27年の台風による豪雨によりまして、床上浸水被害が生じております。また床下の浸水につきましては、ご指摘通りこれまでも十数回生じたことを認識をしております。そして今もお話ありました、貝花薬局さんはじめですね、地域の皆様方の話が出ておりますけれども、で私はいわゆる防災のですね、そのカメラも、当日見させていただいておりました。防災本部長という立場もございます。現場を、その本部を離れるわけにもまいりませんので、浸水当時に現地に入ることはできませんでしたけれども、台風が収まったその当日の夕刻、松田議員さんはじめ床下被害に遭われた皆様方のお宅をお尋ねさせていただいたところでございます。この度の浸水はですね、昨年度に200ミリのポンプを1台増設したにもかかわらずですね、で結局季節のポンプが稼働せずと、で浸水被害を招いたというふうなことでございまして、このような、事態になったことはですね、私どもとしては非常に残念に思いますし、また誠に申し訳なく思っております。でこの地域、は県管理河川のですね、金剛川水系の二級河川名越川の流域で、市管理の巡洋河川春日川の最下流部に位置し、住宅密集地の中では地形的に最も不利なところであるというふうに言えます。で浸水被害解消の抜本的な対策は名越川の改修整備でございます。しかしながらですね、河川管理者であります三重県の、今の厳しい財政事情により進展は今のところなかなか望めないというふうな状況になっております。そのためにですね、可能な限りの対策として名越川に放流する水中ポンプを設置し、浸水被害の軽減を図ってきたというところでございます。で、昭和60年と平成8年に合計300ミリの水中ポンプを1台ずつ、そして昨年度は合計200ミリの水中ポンプを1台設置し、合計3台の水中ポンプで名越川に強制排水することで、
周辺地域の浸水対策を図ってきたところです。でこれは先ほど議員もご指摘いただきましたが、私の公約としてですね、床上浸水ゼロの町づくりを目指したいと。やはり町づくりの基本はですね、安全というふうな言葉であるというふうに常々申し上げてまいりました。まあ、ですので、昨年12月、知事に対しまして1対1対案で、1対1対談の時に提案をいたしまして、まあ、県もこの1月からですね、現地調査や検討会の立ち上げなど迅速な対応をいただいたところでございます。まあ、これからもですね、この県と市の河川と下水の下水道の関係部局で構成するこの松坂地区浸水対策検討会によりまして、さまざまな浸水対策を検討し、できることから取り組み姿勢で周辺地域の浸水被害軽減に努めてまいります。で、県としてですね、本地域の総合治水対策としてスピード感を持ちつつ、より効果的効率的な対策手法を見出し実践することで、本地域の浸水被害の軽減につなげてまいりたいというふうに考えております。なお先ほどカメラの話をいただきました。こちらについてもですね、できることからもちろん始めさせていただきたいと思います。都市整備でも見れるようにですね、配置をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。松田俊介議員。不満は全然収まらんので、どっちにしろこの2階の状況、ポンプが作動しなかった状況というのは、あくまでも自然災害じゃなくて人災だというふうに思います。その人災をどう問うかということに尽きるんかなというふうに私は思ってます。今弁護士と相談してます。この浸水2回の浸水で被った被害、去年はなんとか我慢をしました。金もかかりました、随分と。それでも我慢したんです。1回目は部長にも言ったんですけども、2回目やったら絶対許さんよということは言っておきました。これ2回目なんです。したないんですけども、訴訟せざるを得んです。これは市に対して、あるいは業者に対して、なおかつ県に対して、そういう相談を今弁護士とさせてもらっています。なおかつ弁護士の方はこの故障の原因も含めて、去年と今年の故障の原因含めて報告書をもらってくださいと。報告書をもらわないと状況分かりませんということですから、速やかに部長報告書を提出していただきたい。その後地域の住民の皆さんと理事会の皆さんと相談しながら、弁護士と相談しながら、訴訟も辞さないということだけは申し上げておきます。そういうつもりで腹をくくって今後の対応してください。以上で終わります。